コーナーキックキック直前のゴール前におけるディフェンスコーナーキックはサッカーの試合で守備側の選手が最後に触れたボールが自陣側のゴールラインから外に出てかつ得点とならなかった場合にコーナーアークからのキックによってプレーを再開させるルールであるコーナーキックは1867年のシェフィールドルールの下イングランドのシェフィールドで初めて考案され 1872年2月17日にフットボールアソシエーションによって採用された。コーナーキックからのキックは直接相手チームのゴールを狙うこともできる得点のチャンスである。一般的にゴールマウスの前にボールを高く上げるキックが行われる。この時向かっていくゴールから見て、左側のコーナーアークから右足で、右側のコーナーアークから左足でボールを蹴ると、 ゴールマウスに向かっていくボールになる。逆に左側のコーナーアークから左足で、右側のコーナーアークから右足でボールを蹴ると、ゴールマウスから離れていくボールになる。しばしばボールを高く上げないで、近くにいる味方のプレイヤーに短いパスを出すプレーも見られる。こうしたプレーを、ショートコーナーという。サッカー競技規則第17条、コーナーキック守備、側チームの競技者が、 最後に、ボールに触れ、かつボールが、自陣側ゴールラインを完全に超えた場合で、得点とならなかった場合。なお、ゴールに入っても、得点とならない場合については、他のルールにより規定される。任意の攻撃側競技者が、ゴールキックを行うことができる。稀に攻撃側のゴールキーパーが行う場合もあるが、ルール上は、問題ない。ボールが明白にゴールラインを越えた場合、 コーナーキックを行う側の腹心は旗を下向きにしてコーナーアークを差し示す。なお、ボールがゴールラインを超えたかどうか明白でないが、ボールが完全にゴールラインを越えた場合には、プレーが停止するまで適宜旗を上に上げる。コーナーキックから正しくインプレーになるまでショルールの違反やその他のファウルがあった場合も、プレーが停止するまで適宜旗を上に上げる。 主審は笛の後腕を上向きにしてコーナーキックを行う側のコーナーアークを差し示す。コーナーキックから直接ボールを受けた時はオフサイドの反則は適用されない。サッカー競技規則以前の規定ではボールがボールの外周分の長さだけ動いた後にインプレートなっていた。ありがとうございます。